どうもふさおちゃです。今回はオーストラリアで最近発売された話題のペプシマックスのマンゴーフレーバーのコーラをねちょっとレビューしていこうかなと思います。今日でもノーシュガーって書いてあるんで、もしかしたら結構甘さ控えめで飲みやすいのかなっていうのをちょっと予想してます。375ミリの、まあ普通の缶ですね。これ他の国にも合うのかな、でもあんま見たことないんでちょっとね気になりますね。これで早速ちょっと開けてきます。で今回はちゃんと、はい、以前ちょっと忘れてたんですけど、今回はちゃんとグラス持ってきました、ね。まあ、同じペットを踏まないようにグラスを使ってレビューしていこうと思います。まず色は、あ、色に関してはなんか思ったよりも普通のコーラって感じです。なんかこれはちょっと拍子抜きでしたね。もっと色がなんか黄色っぽいとかって感じだったのかなって、そんなことはなくて普通の色でしたね。ちょっと匂いは、あ、匂いはでもやっぱりそれもちょっとコーラっぽいんですけど、まあほんのちょっとだけ甘さがするかなっていうか、マンゴーの、あ、でもそこまではしないかな。ということで早速飲んできます。あ、しますね、マンゴーの味が、なんかそんなにその強い感じではないんですけど、マンゴーの風味がしてきます。これがノーシュガーだからなおさらマッチしてる感じしますね。これ果汁は何パーセント入ってるんだろう、ちょっと果汁がちょっと、ちょっと見た感じちょっと見えないんですね。もしかしたら無果汁なのかな。でもマンゴーの味しますね、あ、ちなみにね、余談なんですけどね、ケアンズは12月の頃です、日本でいう冬、こっちでいう夏ですねの頃だと、あそこですね、あそこにも木があるんですけども、あのマンゴーの木なんですよ。で12月頃になるとあそこからマンゴー生えてきます。で普通に美味しいですよ、食べれるマンゴー出てくるんで。12月の初め頃から青いのがあるんですけど、その後ちょっとどんどん色がつき始めるんで、まあ普通に美味しくて、マオボジーの人とか、あとワーホイの子たちとかもたまに拾って食べてするんですけど、まあその点ちょっとね、落ちてるのはバクテリアとかちょっと気をつけてもらえれば、まあ基本的には問題はないですね。あ、いいですね、マンゴーの爽やかっていうか、甘いふわっとした風味がしてきます。これはでも個人的には果物入りのね、コーラにしては値の部類じゃないかなと個人的に思いますね。以前飲んだバニラ入りのやつはちょっとくどい感じはしたんですけども、このコーラに関してはそんなことはないかな。美味しいです、コーラ。結構オーストラリアに行っていろんなコーラとかドリンクとかその炭酸飲料飲めるんですけど、総じて言えるのがバリエーションが多いですね。でバリエーションが多い割にハズレがないんですよね。むしろかなりその美味しい、普通のコーラと負けてないぐらい美味しいから、基本的に僕こっち来てから、コーラでハズレっていうのはなかったんで、で炭酸もシュワシュワしてる感じなんですけども、まあ、そこまで、強炭酸ってわけではないです。でもこのコーラに関しては割と、万人受けするのではないでしょうか。いいですねコーラ。例えば日本で売ってるプライベートブランドの、コーラとかあるじゃないですか、スーパーとかで安く売ってる、ああいうコーラはちょっとお世辞でもちょっと美味しくないんですけど、オーストラリア売ってるコールスとかウールワースとかのスーパーマーケットのプライベートブランドはね美味しいんですよ。普通のコーラと引け目ないですね、遜色ない感じで。だからそういうコーラはね割とそういうコーラでも美味しいんで、炭酸飲料とかに関してはさすがだなっていう感じはしますね。
からもっと個人的にはなんかあれかなと思ったんだけど、下手者っていうかね、もっと良者かと思ったけど、そんなことなくて、まあ、たまにね、その、まあ、以前もちょっとラミントンチップスとかいう、あのクイーンズランド産の、ね、お菓子の味がするポテトを試したんですけど、あれも普通に美味しかったですね。なんか全然あれ拍子抜けしちゃったっていうか、あの他の人はなんか苦手だっていうけど、僕が言っても毎回ほら美味しいっていうか、まずいって言わないじゃないですか。まあ本当になんでまずいって言ったことがないっていうか、まずいのにまだ会ってないんですよ、こっち来てから。これは嘘ついてなくて本当で、まあ、個人的にはコーラとかって、こうとか食べ物って甘いとか苦いとかしょっぱいとか辛いとかそういうもんじゃないですか。で、それはほら、まあ客観的に見ても事実だと思うんですけど、うまいまずいって主観じゃないですか。だからあんまりね、うまいまずいってそんなには、特にまずいとは言いたくないですよね。まあまずいなんてレビューする人そんなにいないと思うし。あ、すいません、ちょっとだいぶ話が逸れちゃったんですけど。で、今回ペプシマックスのね、このマンゴー。でこれノーシュガーっていうのがいいですね。だからこの最近はやっぱりオーストラリアでも、いやオーストラリアが世界的にでもやっぱノーシュガーが結構流行ってるみたいなんですけど、このコーラに関してはあのノーシュガーでもあの物足りなさを感じないですね。普通に満足する味です。これ普通のノーシュガーのコーラってちょっと色褪せたっていうか、ちょっとなんか味がなんか少ししょぼいっていうか、なんかあの味が薄めな感じがするんですけど、これに関してはそんなことないんで、あの誰が飲んでも満足すると思います。おすすめします。ということでね、今回レビューで以上になります。もしねこれであのマンゴーコーラ試してみたい方がいましたらね、ぜひともトライしていただいてみてはいかがでしょうか。ということで今回はね以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねしていただければ嬉しいです。では今日のキャンズとってもいい天気です。最高です。では。